トヨタ自動車、実は自動車以外にもいろいろとバイオ事業を手掛けています。こちら植物性のプラスチック、でさらに隣がですね、あまり背丈が伸びない芝生、あとはこれ花ですね。ただ今回はですね、牛糞、牛の糞の分野なんだそうです。一応発表されたのは、トヨタとメニコンが共同開発した牛の糞からの堆肥を効率よく作るシステム。これまで牛の糞尿を堆肥にするには90日から180日かかったが、およそ45日に短縮できる。トヨタが全体のコーディネートをしながら堆肥化促進の技術開発をメニコン殿と共同で進めてまいりました。このシステム誕生の元になった酵素は、メニコンがコンタクトレンズ洗浄剤の開発過程で偶然発見したもの。資源の循環のためにアグリバイオ事業を展開するトヨタは、糞尿が発酵しやすいように送風量やペーハーの調整などのノウハウを提供、飼料などの販売チャンネルを持つトヨタ通商を通じて販売する。匂い嗅いでみるとですね、土の香りなんですよ、純粋に。で、触ってみると非常にサラサラしていて、栄養満点の土というイメージです。5年後の売上目標を20億円とし、ビジネスとしての成長を期待する。果たしてそのどのくらいの将来性があるんだろうか。今現在、牛で例えば言いますと、全国で440万頭いるわけで、はい、そのうち今回実は9万頭くらいは対象にして20億って言ってるわけですね。ですからこれが、それこそまだまだ50倍はくらいはいけますから、そういう意味でいくとあっという間に1000億とかいう数字になりますから。日進月歩の技術開発が生み出す生物資源、注目されるのはやはりエネルギーとしての活用です。牛糞をガス化し、リフトやトラックの燃料として活用しているこの施設、こんな資源の活用も研究されていました。これはもみ殻です。はい、エタノールを作っていこうということで研究を進めております。国内で年間およそ200万トンも発生するというもみ殻、一般的には肥料として土に戻されますが、腐りにくいため廃棄処分されることも多いといいます。完成するエタノールはもみ殻のおよそ1割、高圧をかけ粉砕することでエタノールの原料ブドウ糖からなるセルロースを取り出しやすくします。かなり甘い匂いがしますね。そうですね、糖分が焦げたような匂い。これを分解することでエタノールの原料になる糖分が出てきます。その後酵素を加え分解することで糖分を抽出、発酵精製を経てエタノールとなります。今回の技術、農林水産省が行うプロジェクトの一環として、東大とベトナムの大学が共同開発しました。次世代の燃料として注目されるエタノール、来年トヨタもバイオエタノール燃料を 100% 使える車種を海外で発売するなど、実用化が進んでいます。もみ殻というのは非常に原料としては揃った原料として加工しやすい原料と、今ライスセンターですとか、そのもみ殻を扱う施設ですね、そういうところと連動することによってシステムとしても作りやすい。こちらではバイオマス発電の研究が行われています。あるものを使っているそうなんですけども、あの木立の中の工場ですね。おお、青のりですね。これは本当に、ね、原料は青さといわれる海藻です。海岸に流れ着くと腐って悪臭がするため、ゴミとして焼却されるものですが、東京ガスはこれを発電に活用しようとしています。青さは全国各地から集められます。まずは不純物を取り除きます。そして処理を行った海藻をこちらのタンクに入れまして、ここでメタン生成菌によりましてバイオガス、メタンガスが発生いたします。
高温にして化学反応させ、バイオマスの主成分であるメタンを生成します。この中全部バイオガスですか？そうですね、はい。環境には優しいバイオマスですが、熱量は都市ガスの半分。原料アオサの回収量も不安定です。こうした難点を克服するための工夫がありました。アオサからできたガスを都市ガスと混合させて発電させることで、発電効率を高め、供給も安定させています。バイオガスで発電した電気、こちらの事務所で使われているんです。いいですか、入っても？どうぞ。失礼します。おー、明かりもついてますね。はい、こちらの照明はガスエンジンで発電した電気を使っております。涼しいですけど、エアコンも実際回ってるんですね。はい、そうです。はい、どれくらいの電力っていうのを発電できるんですか？はい、こちらのプラントでは、10キロワットの発電をしております。家庭でいうと、まあ、10軒から20軒ぐらいのレベルになると思います。はい、研究は新エネルギー産業技術総合開発機構と共同で、来年度以降はアオサが取れる自治体の港湾施設などを中心に実用化を提案していくということです。